スノーフェアリーはアイルランドで生産された、イギリスの競争は、2010年、2011年、エリザベス上杯の連覇を含め GI 競争6勝を挙げ、外国調競馬として、日本中央競馬会。2010年のカルティエ賞最優秀3歳品馬、2008年に開催された一ウ馬のセールに、上場されたが、1800ユーロで、 買い主がつ数生産者の周取りとなるなど、周囲の評価は極めて低かった。2009年6月、ニューベリー競馬場の未勝利戦でデビューし、3着となる。自走半月後の未勝利戦で勝利を収める。その後年内は、すべて7回以下の短距離を中心に使われ、勝利を上げられないまま翌年を迎える。年が明けて2010年、初戦のハイトーブファッションステークスでは、 初めての中距離でのレースとなったが、ここを3馬審査で解消し、オークスに駒を進める。これまでの実績がほとんどないため7番人気に甘んじていたが、激戦を首差でしのぎ、重賞初勝利をクラシックレースにて収める。続いて、アイリッシュオークスに出走。2着ミスジーン・ブロディに8馬審の差をつけて圧勝し、イギリスとアイルランドのオークス制覇を達成した。 その後は8月のヨークシャー・オークスに出走するも、ミドディにサンバシン及ばず2着に敗れた。続いて9月のセントレジャーステークスに出走。ン馬の挑戦は2000、2010年、エリザベス女王杯表彰式その後、陣営はボーナスを目指し、エリザベス女王杯、ジャパンカップ等に登録、日本にわたる。11月14日のエリザベス女王杯では、 ライアン・ウーアが起乗し、4コーナー出口でバグンが外にばらけたところを内から一気に突き抜け、2着の京都号社名ショベルーガに4馬審査をつける圧勝。なお、ジャパンカップは馬体の回復が思わしくないため回避することとなった。その後香港へ遠征し、12月12日に行われた香港カップでは後方2番手から、これらの活躍により2010年のカルティエ賞。 最優秀3歳品馬を受賞した。2011年、エリザベス女王杯表彰式2011年、当初はドバイミーティングで指導する予定であったが軽い、脚部不安が発生し回避し、6月25日にカラケ馬場で行われた G1 プリティポリーステークスにエントリーしたが、直前の好転で馬場が悪化したため出走を取り消した。翌週7月2日のエクリプスステークスに、 出走することになったが、ソユーシンクの4着に敗れた。続いて、ナッソーステークスに出走するも、ミドデイに2バシン及ばず2着に敗れた。アイリッシュチャンピオンステークスでは、中段から追い上げたが、ソユーシンクの2着。10月2日の外戦文章では、後方から鋭い足を使い伸びてきたが、福平デンリムの3着、10月15日のチャンピオンステークスでは、 シリスでアグルズの三着に敗れた。11月13日には、エリザベス上杯では、神明富士の大逃げから直線で各馬を大きくお差を詰め、アベンチュラとアパパネ、ホエールキャプチャの三頭の乗せ、なお、同一外国馬による日本中央競馬街道一平地試合競争の連覇は史上初のことである。その後香港バーズに登録し、2年連続香港国際、 競争の勝利を目指したが、現地調教中に、左前足を故障のため出走を取り消し、長期の休養に入ることとなった。8月19日に、ドービル競馬場で行われた G1 ジャンローマネ賞に、出走。前年のエリザベス女王杯以来のレースとなったが、道中は、後方から3、4番手で追走し、最後の直線で、イジートップとの追い比べを制して優勝した。 ライアン・ムーアとのコンビでの戦績は6戦6勝となったが、この勝利は、後日、クッケン炎ンの治療のために投与された、抗炎障害が残留していたことが発覚し、禁止薬物。その後、前年に続いて、アイリッシュチャンピオンステークスに出走し、2012年のエクリプスステークスカチューマナサニエルに一馬身1、4差をつけ、レコードタイムで優勝した。その後に、 外線門章、ブリーダーズカップターフに出走する予定であったが、外線門章直前に、脚部不安が発生によりにレースを回避し、年内の休養に入ることとなった。2013年も現役を続行し、復帰に向けて調教されていたが、左前足の屈腱炎縁を再発したため、引退した。引退後は、場所が所有するアイルランドの牧場で、繁殖生活に入り、 初年度の配合相手は、バッシュの自家製サンバである、エルユシブピンパーネルに決まっている。タイムランの R は、レコード価値を示す。2021年1月15日現在。ありがとうございます。